あなたは鳥の声から大自然を感じる経験ありませんか？この動画を最後までご覧になると、信じられないほどの鳥の声エネルギーが届き、きっと笑ってしまうかもしれません。でも、最後までご覧いただくことがポイントです。人との別れを鳥に重ねた名曲、この歌が天に召されたある思い出と重なりました。それは小鳥と歌った思い出、一生懸命歌ってくれたその姿。はい。雨雨ふれふれ母さんがちゃんの目でお迎え嬉しいな、ピッチピッチチャップチャップランランラン、かけましょカバンお母さんの、後からゆっこゆっこ鐘が鳴る、ピッチピッチチャップチャップランランラン、ピッチピッチチャップチャップランランラン。私 YouTube やっててよかった、あなたと出会えたから。